それが僕の役目だから。あなたの人生をサポートする新しい力との融合、アトリ。少なくともこんなふざけたセリフを言わずに済む人生を送りたいですね。モモ、ネギマ、皮、一本ずつください。あ、全部塩で。いらっしゃい。学生さんかい？珍しいね。男子はよく来るけど、女の子が一人でってのは初めてだよ。いけませんか？いやいや、少し驚いただけだよ。今から焼くんで、ちょっと待っててな。なあ、なんか怒ってねえか？ええ、よくわかりましたね。人の気持ちなんて考えない明野さんがそこに気づくとは、驚きです。緊急なんだ。わかってるだろ？何があったのか知らねえけど、ちゃんと仕事ができたら埋め合わせはしてやるよ。だったら、明野さんのポケットマネーで焼き鳥屋さんを予約しておいてください。それで許してあげます。はあ？まあいいけどよ。それで、あとどれくらいで着くんですか？そのままのペースで移動すれば90秒といったところか。ほら、走れ走れ、間に合わなくなっちまうぞ。人使いが荒いんですから。何でも使う。それが私の信条だ。
他人にとっては迷惑でしかない心情ですね。こうしてる今も街中で魔法ぶっ放して暴れてるやつに比べりゃ可愛いもんだろ。ほらコレクター様、さっさと片付けねえと街がめちゃくちゃだぜ。なあ、働き蜂にはメスしかいないって知ってたか？知りませんでしたけど、何ですか急に。いや、こっちは暇だからよ。話でもしてやろうかと思って。身勝手な思いやり、ありがとうございます。礼はいらねえよ。ガキを教育してやるのが大人の役目だからな。ミツバチの中でもメスは必死こいて飛び回って花粉を集めてくる。だがオスは何もしない。働かないバチだ。何もしなくていいのなら、それが一番だと思います。本当にそう思うか？何もすることがないってのは、そりゃ死んでるのと変わらない。違うか？働かない蜂の末路だってそうだ。女王蜂と交尾したオスはすぐに死ぬんだ。交尾の際に体をぶっ壊されてな。女王蜂なんて大胆な子。交尾しなかった大多数のオスは巣に置いといても仕方ねえからメスに追い出される。生き抜く術を知らないオスは路頭に迷って死ぬ。どうだ、働かせてもらえるってのも悪くはないだろう。そうやって言いくるめようとしてもごまかされませんよ。そこまで子供じゃありませんから。チェッ、マセガキが。そんなんだから友達もできねえんだよ。どうせアカデミーじゃ休み時間になるとクラスを抜け出して一人で木陰の下にでも隠れてんだろ。どうして知ってるんですか？図星かよ。どうしてそうなるんだよ。アトリの一人娘って肩書きがあれば向こうから寄ってくるだろう。だからですよ。うざったい人付き合いをしたくないから一人でいたいんです。ガキの頃から大人に囲まれてりゃ周りと話が合わないのも無理ないか。無駄話はこれくらいにしましょう。目標を視認しました。ちょっちょと済ませてくれや。やることは分かってるな。初めてのお使いじゃないんですから。じゃねえよ、殺されてんのかよ。
よ。クソ、なんで止まらねえんだよ。やれ。いちいち言わなくても分かってますよ。ガキが親父くせえこと言ってんじゃねえよ。それを言ったら明野さんも男性顔負けの乱暴な言葉遣いを直した方がいいと思いますけど。それより全部終わりましたよ。よし、ならすぐにそこから離れろ。やったら逃げる。何事においても基本だからな。仕事は終わったんだろ。何やってんだ。少し経過観察を。すごいですよ、車がいっぱい。そりゃもう大騒ぎですよ。見つかる前にさっさと帰ってこいよ。心配せずとも、誰もこんなところに人がいるとは思いませんよ。停電だな。真っ暗ですよ。そっちは大丈夫なんですか？ダメだ、全部消えちまった。通信は内蔵バッテリーに依存しているから生きてるけどな。
おい、何があった？事故ですよ、車の。私は平気ですけど。あれはもう無理ですね。関係ないならさっさと帰ってこいよ。お前が戻ってくるまで私も帰れないんだ。いい加減にしろ。わかりましたよ。もう私は鳥なのかもしれませんね。おー、遅かったな。約束よりも5分遅いぞ。私をここで働いている人と同じに思わないでください。これでも眠たいのを我慢してきたんですから。大人になったら覚悟しとけよ。残業、徹夜、朝帰りなんて珍しくもなくなるからな。階段なんかよりずっと恐ろしい話です。それで、そろそろ教えてくれてもいいんじゃないですか？ん？何の話だ？リングのことです。私の役目は警察にも手に負えないような魔法犯罪者を無力化する。それと合わせてうちで開発した戦闘用マギデバイスの試験運用だな。そうです。その2点に関してはアトリの一人娘であるということ、そして、マギデバイスを扱う才能に優れているから。理由としてはわかりやすいです。魔法が得意ってだけじゃダメなんだぞ。勉強、人付き合い、それら全部含めてガキが学ぶことだ。
明野さんの言う人付き合いというのは、いかに他人を都合のいいように操るかという意味ですよね。弱肉強食を生き抜く処世術だよ。自己満足にしかならない知識よりよっぽど役に立つ。人生観についての話はまたにしましょう。それより私が気になっているのはリングのことです。魔法犯罪者を倒すのはわかります。あんなのを放置しておいたら大変ですから。ですけど、暴れた魔法使いのリングを回収するのは理由がわかりません。あれには何の意味があるんですか？そう、なんでだろうな。なんだ、明けのお姉さんが教えてくれないから拗ねたのか？別に。気にすんな。赤ん坊が泣くのは当然なように、ガキが無知なのは当たり前だ。無知であることに甘んじてしまったら成長はそこで止まってしまいます。間違っちゃいねえな。だがどういう風の吹き回しだ。自分に直接関係がないことには無関心な人間だと思ってたが。鳥だって地上の出来事にまるで無関心なわけじゃありません。異変を感じれば注意を向けるくらいはします。構いませんよ。時間の無駄みたいですから。あ、そう？明野さんには聞きません。子供扱いされるのも尺ですから。子供が子供扱いされて何が不満なんだよ。それより、その言い方だと私の口から聞くのは諦めたってだけに聞こえるんだが。私が勝手に知ってしまったことに関しては感知できないでしょう。その通りだな。それお前の勝手だ。いいぜ。なら、もしお前が正解を手に入れたら、その時は嘘偽りなく認めてやるよ。神に誓う。心にもないこと言わないでください。明野さんが口にするたび、どんどん神様がうさんくさくなっていきますから。ひでえな。ま、どこの誰ともわからねえ、いるのかいないのかもはっきりしねえやつがどうなろうが、どうでもいいけどな。
聞きたいことがあるの。この辺りで猫を見なかった？汚れのない純白の猫。白い猫なら、ついさっきあっちの方に走っていきましたけど。そう、やっぱり外へ行ってしまったのね。きっといつもの教会だわ。何だったんでしょうか。何か用ですか？よかったですね。あの殺し屋が追っていたのは白い猫だそうですよ。何ですか？ここは譲りませんよ。早い者勝ちってやつです。あなたがそれでいいならいいですけど。まったく、逃げるのか逃げないのか、はっきりしてくれませんか。
あなたが。あなたがここにいる理由を私は知りたい。それが僕の役目だから、かな。